フェルナンド・ジョゼ・ダ・シルバ・フレータス・メーラ通称。フェルナンド・メーラは、ポルトガル・ギマランイス出身の同国代表のサッカー選手。ポジションはディフェンダー。メーラは、ギマランイスに生まれると、地元のビトーリア・イスシーでキャリアを始めた。レギュラーとしてプレーしたのは、ギマランイスでの最後のシーズンとなった1999から2000シーズンのみで、全53試合中30試合をこの年に、 出場した。1998年にレンタルで過ごした2部の FC フェルゲイラスでもレギュラーとしてプレーしていたが5位に終わり惜しくも昇格を逃した。2000年夏に400万ユーロ選手1名の取引で国内のビッグクラブの SL ベンフィカと契約を結んだ。これは当時のスーペルリーガでポルトガル人選手に支払われた金額としては過去最高を記録した。 一年目の2000から01シーズンは31試合中30試合にスタメン出場をしキャプテンを務めたが優勝は叶わなかったどころか6位に終わった。2002年1月にクラブ史上最高金額となる遺跡金750万ユーロで VFB シュトゥットガルトへ移籍した。ゼネラルマネージャーのロルフ・ラスマンはトロフィーのための獲得と説明した。そして 3から0で勝利した26日のハンブルが SV 戦で公式デビューをした。2002から03シーズンはフェリックス・マガト監督の下でリーグ戦31試合に起用され、チームはバイエル・ミューン編に次ぐ2位で終わったことにより UEFA チャンピオンズリーグ2003から04出場権を確保した。一方の UEFA カップでは2回戦、 第2戦のフェレンツバーロシ TC 相手に終了間際に PK を決めホームで2から0とし活躍するも4回戦のセルティック FC 戦ではペナルティエリア内でのクリアミスからショーン・マロニーに逆転ゴールを決められ最終的に1から3で敗戦したさらにイエローカードを提示されたことからサスペンションにより第2戦は出場停止と2度のミスを犯した第2戦でチームは3から2で勝利するも アウェイゴールルールにより敗退した。2006から07シーズン、長年にわたりキャプテンを務めたツボニミールソルドが引退したことにより、アルミンフェイ監督からキャプテンに指名された。この年は、ザーダールタスキの台頭もあり20試合中先発17試合3ゴールだったが、チームは15シーズンぶりにリーグ優勝に輝き、DFB ポカールは準優勝だった。 6シーズン半過ごしたシュトゥットガルトで公式戦に230試合に出場し13ゴールを決めた。2008年末30歳の時にチームを去っていった。2008年7月20日、2010年まで契約延長していたものの2007から08シーズン終了に伴い、シュトゥットガルトはキャプテンの命令放出することを発表。2日後に ガラタサライは遺跡金450万ユーロの契約期間3プラス1年を結んだことを発表した。公式デビューとなったトルコスーパーカップ戦でカイセリスポル相手に2から1と勝利し、タイトルを獲得するモリーグは5位に終わり、シーズン終了後に退団した。FC ゼニとサンクトペテルブルクからの興味を持たれていることが報告されてからのメイラは動揺を見せ始め、 2009年3月半ばに遺跡金450万ユーロの3年契約で加入した。リバプール FC へ去っていったマルティン・シュクルテルが以前着用していた背番号3が渡された。2009年3月15日の開幕戦、FC スパルタク・モスクワ戦でロシアリーグデビュー。この試合でスタメンとして出場し1から1で引き分けた。4月5日の FC トム・トムスク戦で、 初ゴールを決め3から0で勝利した。ゼニトでの1年目はレギュラーとしてプレーしていたが、2年目の2011年から同胞のブルーのアルベスが FC ポルトから移籍してくるとポジションを失ったため出場機会を求めて退団した。2011年8月15日、33歳となったメイラはゼニトと双方合意で契約解除をした後にレアルサラゴサと契約した。 28日のレアルマドリードをホームに迎えた開幕戦でデビューをし、スタメンとしてこの試合に出場するもイエローカードを提示され、0から6と大敗した。ここでは、ほとんどの試合を守備的 MF として出場し、アルゼンチン代表のレオナルド・ポンシオとコンビを組んでいた。2012年2月1日にサラゴサを対談し、以降はどのクラブとも契約を結んでいない。 U-21 代表として30試合以上に出場した後、2000年にポルトガル代表デビューをした。2004年にアテネオリンピックのメンバーに選ばれ、グループリーグ敗退までの全3試合に出場した。2006FIFA ワールドカップはジョルジュアンドラーで負傷したことにより選ばれると、その代役を見事にこなし前7試合に出場した。 3位決定戦のドイツ戦までの間を6試合に、失点と堅守に貢献。ドイツ戦では3失点を喫し1から3で敗戦した。以降も、レギュラーとしてプレーし、UEFA ユーロ二2008は、予選を通じて招集され、本大会でもグループステージ全3試合に、出場するも、準々決勝のドイツ戦には出場せず、チームは2から3で敗退した。ありがとうございます。